はい、こんにちは。今日は聖火リレーを見に出始めたんですけれども、なんとなく気分的にやめておくことにしました。御殿山は桜綺麗だななんて話してて、千字山もいかんべねーと、そんなわけで向かってみます。改めましてお世話様です、キミショーでございます。栃木ローカルおっさん Vlog です。猫がいたらとりあえず写す。子供の頃からずっと来ている千字山公園は市民みんなの憩いの場、桜の名所でもあるわけです。恋空観覧車が有名ですよね。知らない？はい、乾杯。乾杯。キス低いよ、うん、小人みたいになってる。綺麗綺麗、いい季節だ。とはいえ多分歩いたから暑かったけど、泊まってると寒いからさっと帰るかも。結構冷えるよね。はい、焼き鳥セットです。これはアメリカンと。焼き鳥とアメドを買ったらコーラをもらいました。いやー、まっ、桜を見ながら食べるアメドは最高ですよ。聖火リレーのおかげでここ超空いてるね今日、うん、多分今の時期もうちょっと混んでると思うんだよ。普通はちょうど若者もまだ来ない時間だからね。ほら酒持ってくるから、みんなそもそももう若者は酒を飲まないかもね、文化的に。うまっ。ドミちゃん、焼き鳥&レモンサワーは、うん、美味しい。花見で花見。やっぱり iPhone もそこそこ綺麗に撮れるけど、こっちのカメラの方が綺麗だな、写りが。さすが専用品。これさ、気になっちゃって買ったんだよ、長いやつ。納豆食べたことある。マジ？これって巻かなくていいんでしょ、一日。それ魅力だよね。またゴシップ見てるの、みっちゃん、うん、またゴシップ見てるの。ユリゲラーがスエズ運河の座礁船を念力で動かそうって呼びかけたけど失敗したんだって。超面白い。ユリゲラーマジで年取っても面白いな。ユリゲラー面白いね。ユリゲラーコロナのワクチン注射打ちながらスプーン折ったんだ。いや意味わかんないんだけど。全然意味わかんないんだけど。ちょっと涼しいくらいでね、気温も、うんうん、歩いてちょっと汗ばんだから調子いいわ。でもこれ油断すると風邪ひくから気をつけて、うん、でも公衆衛生が上がってるから意外と風邪ひかないかもしれない。風はね、うん、今日冷えるのは体に良くなる。そうだね。いやー外気持ちいいね。気持ちいい。外で食べる納豆巻きは最高ですよ、うん、コンビニのさ、ご飯がさすごく美味しく感じる。いや、いい気分だね。うん、いい気分だ。ちょっと景色撮ってきていい？うん。右奥の方に福田屋が見えて、そこからずっとカメラを回していくと、ばあさんも送り出してくれた黒川ホールと母校の北小、もはや原型はないけれどもね、北小ずっと改造してるね。ずっとおっさんの顔ばか写してるのもあれだと思ったので、桜のアップです。街灯とちょっと夜桜、飛行機雲が出ていて観覧車もあっていい雰囲気だなと思ったけど、ピントがドクンドクンいっちゃっててあんまりな映像でした。お弁当作んなくてもさ、コンビニで買うだけでも楽しいね。お弁当作るのも大変だからね。うん、ドクンになってそれでやめちゃうよね。なんかやっぱりいいやつって、うん、この黄色いのなんだろう。たくあんじゃない？たくあんか。飛行機雲薄くなった。薄くなったね。こういう行楽弁当っぽいお寿司結構好き。こっちの田舎寿司とまたジャンル違うよね。これ田舎寿司食べたいの。うん、タケノコ煮るか。難しいよ。そうだね。だから容赦なく多分砂糖入れればあの味になるよ。ただ容赦なく砂糖入れるのに躊躇してしまうだけで、うん、いや普通のレシピで作ったらなんて上品な。上品すぎて美味しくない。美味しくないよね。やっぱり下品なぐらい砂糖入れねえとさ。そう、寿司酢は砂糖。でも多分行けるもんだな。そうだよな、たまには帰りたいよね。美味しいもん食べたいね。初ガツオって終わった？5月。いつもツイッター見てるとこで買うか、カツオ。せめて帰れねえんだったら。あ、この人はね、多分ね、広め市場の近くでやってる。どっちでもいいね。多分どっちもいいよね。発想に慣れてる方がいいんじゃない？うん、まあ
どっちも多分ただほら楽天ほど簡単じゃないでしょうね。ああいう振り込みとかになる、うん、石巻の干物屋さんもさ、ベニマルで売ってたけどさ、あれも結構セットで買うとお得っぽいしさ。てか海結び食べたいな。行きたいね、うん、もうちょい4月で様子見じゃない、ちょっと様子見して。いや正直行ってもいいとは思うけどね。あのね、コロナワクチンの優先接種のさ、基礎疾患ってさ、BMI 30以上含まれるんだって。お、やったじゃん。やったじゃん。デブ勝利。あれも取り捨てしたいんだよ。あの、ほら、弁髪の、大阪弁髪おじさんのところ。お店行きたいね。うん。お店行きたいね。なんかちょっと快適になったらしいからさ、あの、大阪行く土地の記号だっけ、うん、あれ乗りてえなと思って。宇都宮から寝てりゃつくっていう、いろいろ行きたいところはあるんだけど、マジコロナのせいでどこも行けないね。若干冷えてきちゃった。まだお酒飲んでるけど、お酒強いな。いい気分になってきた。寝んなよ。あ、ここはうまい。前から言ってるけど、俺味に関してはビールすげえ好きで、ビールよりもコーラと牛乳のが好き。子供ビールはでも2杯目から味分かってないと思うの。あ、そう？酔ったらもう味分かんないの。だってさ、あの糖質オフみたいなやつさ、うめえうめえって食ってたけどさ、シラフになって飲んだらクソまずって思う。そうね、うん、ビールはカロリーたっぷりのがうめえ。アルコールってさ、アルコールの味自体ってそんなに好きじゃないんだけど、でもビールはノンアルだとやっぱりね、うん、風味が足りんよ、風味が。ノンアルはね、でも結構金麦は美味しい。うん、だってノンアルじゃねえもん。金麦はうまいよ。なんだったら俺サントリーだったらプレミアムモルツよりも金麦のを好んで飲んでた気がする。むしろちょっと新鹿沼塾に入る日にはならなかったね。人混み苦手太郎だから。どんだけ。よし、俺ゴミ持つからさ、歩きビールしながら帰ろうよ、みっちゃん。うん、冷えてきちゃった、うん、はい、ごちそうさまでした。ヤングボール取るの？取ったわ。このお堂と桜、桜なんてのは何歩取ってもいいですからね。怖っ。気をつけて。うん。帰り道の桜の映像なんですけれども、結構手ぶれしてたので、プレミアプロのエフェクトワープスタビライザーっていうのを試してみたんですよ。これがなかなかどうしていい感じに治るので、やっぱりプレミアっていいなと思いました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。面白かった、参考になったなどと思っていただけましたならば、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。コメントもいただけますと、とっても励みになります。本日もお相手はキビショーでございました。またのご視聴お待ちしております。